出発だ。豚丼おはよう。炭塩丼です。八戸エイトドア結構すげーないか。3回ネギトロ丼すげー。見つけました、こちらのポイント。お、乗った。これが無料キャンプ場です。三色マグロ丼食べます。さあ、おいさん、準備はいいかね。俺たちはどこに行くか分かってるか。北海道。 Yes、 青森行って大間崎行って、そこからフェリーで北海道に渡ります。というわけで出発だ。出発だ。出発だ。 Here we go。 じゃがじゃん、豚丼、豚丼。お疲れさんでした、俺。だいたいね、367キロのドライブでした。それでは今夜ここまでです。Good night。おはよう。おはよう。来た。さて、ここはどこだか分かってますか？長者原インターです。あ、いいね、サービスエリアですね。今ね、6時に起きました。東北ですが、ここ宮城県ですけど、もうね、朝からすでに暑いです。さあ、朝ごはん食べましょう。長者原サービスエリアは24時間でいた食堂やってる。青井選手、朝から唐揚げ定食食べますね。レモン絞りまくり、レモン絞りまくり、イエー。ただいまの時刻は朝6時45分ではございますが、私の朝食は炭塩丼です。どんどん。さあ、では正確にはこれが初日、青森八戸へ向けてドライブを続けていきたいと思います。安全運転で行きましょう。青森まで180キロなんで遠いな。景色は一変して山の中に入ってまいりました。 We go to 八戸エイトドア。そうです、八戸、八戸の三沢方面に行きたいと思います。それは向こうじゃなくて、皆さん高速道路を降ります。てってれー。降りれば622キロ、我が家を出てから。これなんだ、なんなんだ、教えてくれ。神様、どうか僕たちに素敵な金額を結構と添えないか。11,190円。割引聞いてた。なかなかなプライスでしたね。そうですね、1万円以内で乗れると勝手に思っていた私的にはちょっと驚きの金額でした。まあでも家族4人でだってさ、624キロも移動してだよ。1万2000円弱って安いよね。1人4000円。やっぱロードトリップはやめられない。あー、おもれ、初の部、とても田舎だな。ドライブイン高台、さあやっててくれ、頼む。やってそうな雰囲気。営業中。やったー。やってないね、これね。やってないよね。カーテン閉まってるもんね。なんということでしょう。私が求めていたドライブイン高台、残念ながらもう営業をやめられてしまったのかな。すごく残念。残念。これにしましょう。車止められそうです。さあ、通りがかりで見つけたここ、キッチン3階。今日のランチは
ここに決めました。行ってみましょう。やったランチ、いい感じのお店を大発見しました。ノンアル、無事に青森入りました。青いのランチやばい、ネギトロ丼めっちゃうまそう。そして私、鶏の胸肉生姜焼き with ラーメン、塩ラーメン、今からですね向かうのはブログで見つけました、シークレットになるのかな、あまり波情報で見つからなかったポイントなんですけども、ちょっとね場所を見つけたのでそこへ向かいたいと思ってます。波があるかどうかは分かりません。もしあれば人生初の青森の海ありそう。なんとガンダム、すげー、ガンダムすげー。これがあれだ、話題にあったガンダムカットレース噂の。三沢空港の近くに来ました。もう気温が一気に25度まで下がりました。なんででしょう、さっきまで32度もあったのに。なんと皆さん、入り口はここです。この奥にポイントが続いているはずです。この先に海があるんです。信じられますか皆さん。ありました。そしてポイントはこれ、飛行機が止まっているので、ほらサーファーいた。見つけました、こちらのポイント。さてどうでしょう。さあこちら側もね割れてますが、そうですね、サーフィンをするならやはりこっちの方が綺麗に割れてるかなと。ローカルの方がね今1名だけ入ってます。ちょっとねこのポイントで入らせてもらおうと思います。よろしくお願いします。青森初めて、私人生初の青森の海挑戦してきてみたい、挑戦してみたいと思います。後ろから見ると日本人じゃない、外国人がいる。天然パーマさん、足短いですね。もう冷たくない。もう乗った。
手振って父ちゃんって。青井さん、青森の海です。北海道どっちだ。北海道向こうかな。あっちだよね、北海道あっちの方。やばい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 。このポイントさっきまで貸し切りでした。私と妻で貸し切り。青森に来て初めて入ったポイント、そこそこ乗れました。しかも妻と私二人で貸し切りというミラクルが起こりました。これがロードトリップの醍醐味。ミラクルは自分で引き寄せる。さあ、このポイント、赤い飛行機が目印のポイントでした。さあ、名残惜しいですけども、次のポイントに向けて出発しましょう。まだ僕たちは旅の初日です。Here we go。 なかなかいいとこでしたね、すみさん。森、林を抜けるとなんかないロケーション、今までには。こんなところちょっと海外っぽい感じ。私たち相当楽しみましたね。青森サーフポイント超良かったです。ありがとうございました。ではここからは一気に本州最北端大間崎に向かってドライブしていきましょう。だいたい2時間半ぐらいかな。温泉へ向かいます。 Here we go。 青森もまたすごく広いところを走ってる感じがしますね。青森を観光するにしてもなかなか来ることのないエリアに来たんじゃないかと思います。もっとこう田舎の海の景色かと思いきや、なんかちょっと違うね。青森のさ、なんかイメージをさ、ものすごい覆す。何なんだろう、この南国感。とても豪雪地帯とは思えない。やっぱりね、俺たち海を見なかったら意味がない。海沿いをあえて選ぶことにしました。人は誰も歩いてません。なんとゴーストタウンです。人が一人も歩いてない。なのにお祭りの雰囲気だけは出てる。おっと、やっと第一村民発見。こんにちは。大間まで75キロです。むつ市に入りました。そう、むつ延命流が発祥の地、むつ市です。むつつくもが継承したあの伝説の奥義。父ちゃん、運転疲れましたか？まだまだ大丈夫です。頑張ってます。やばーい。何ここ。すごーい。まさか。賛成。僕たちはとてもラッキーなのではないでしょうか。どこへ行くんだ俺たちは。海へ出ました。それでは皆さん、大変お待たせいたしました。大間崎、本州最北端到着いたしました。パーキングはこちらです。その通りです。これが無料キャンプ場です。すごい、ここ無料キャンプ場です。炊事場とかも全部無料使えます。いやー、映ってる一緒に。さあ、それでは日本最北端行ってみましょう。さあ、来ました、ここです。やった、すみさん、到着しましたよ。下北半島最北大間崎、イエーイ。じゃかじゃん。私たちついに本州最北の地大間崎へ到着することができました。最北タウン。イエーイ。
はい、スミさん、前回の最南端佐多岬に続き、はい、本州最北端大間崎、はい、なんとね、観光センター、お土産屋さんがね、すべてやってないという。夏休みじゃないの？今日の夜ご飯はここ食事処大満足。いいですね、チェケチェケ。行ってみましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。椅子の方がいい。いいよ、今日は贅沢。大丸マグロだらけのお店です。青のマグロの唐揚げ定食だぞ。美味しそう、美味しそう、美味しそう。一個食べていい？ゲチ。どう？あ、美味しい？面白い。なんで？唐揚げの中にマグロ入った。だってマグロの唐揚げだもん。最高。母ちゃんのマグロ丼、父ちゃんのデリン三色マグロ丼は、マオにあげるよ。食べます。頑張って運転してきてよかった。美味しい。めちゃんこ美味しい。こんな美味しいマグロが食べれるなんて。やばい。美味しすぎて解説できない。黙々と食べてしまってすいません。口を開く余地はありません。中トロやべえ。ウニやべえ。ごちそうさまでした。マジうまかった。やっべえ、大間のマグロ。ああ、もううまかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。やったやった、大成功。しかも俺たちが入ってからすぐのれん下げましたからね、ギリギリセーフでした。超ラッキー。やっほー。それじゃあね、こっから温泉タイムです。すごい綺麗。葵さん、この度最初のお風呂行きたいと思います。大間町海峡保養センター。チェケラチェケラ。何これ？熊たちがお出迎え。めちゃめちゃ安い。俺とお前と大五郎。いいじゃねえか。それでは男湯行ってみたいと思います。なんかね、プールみたいなお風呂でした。いい湯だった、いい湯だったぜ。海峡保養センター。さあ、今夜はこういう感じで大間崎にありますね、実は無料キャンプ場がすぐそばに併設されてまして、今日はそこの駐車場で車中泊をします。風から。さあ、今日の最初の夜ですね。よし、これから宴会タイム入りましょうか。はい、Here we go。 今夜の寝床完成です。今夜は iPad で映画を見ながら寝ましょう。今日は結構ゆっくりできるね。いい夜ですね。大間崎の夜です。映画を見ながら寝たいと思います。Dude, that father is 10 men permed!